トゥトゥクトゥトゥクトゥ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 キャンバ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 ペンをつくむ技を教えちゃうぞーにゃ。それではキャラ弁裏技5連発を使ってかわいいかわいいお弁当を作りたいと思います。まずはスライスチーズを広げたらご飯の上にチーズを乗せたいのでこれを使います。チーズを串で切る。ハサミよりも串を使った方がチーズってスルッと切れるんですよ。ご飯のサイズに合わせてチーズを切ります。今日はねマリーちゃんを作ります。スイ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 です。大きい身も難しいカーブも串でスイスイスイです。反対側から取るときれいに取れますよ。ご飯の上に乗せます。続いてキャラ弁裏技にハムでリボンを作ります。少し小さめの円を切ります。この部分がリボンのふわっとした部分になります。で周りの残った部分で細く切って、これが真ん中の湯沸いた部分になりますので細く切ります。真ん中の部分を半分に折って唇みたいにします。ほらもうリボンですよね。そしたら一周させて乾いたパスタを上から刺せばリボンが固定されて剥がれません。ご飯の部分まで刺したいんで少し長めにして、残ったリボンは切ります。お弁当の底まで刺さったなと思ったら指で折ってパスタを取ればリボンの出来上がり。かわいい。さあ続いては目や鼻や口を作っていきます。のりを使ってのりパンチで抜いていきます。そしたらまた竹串を使ってくっつけていきます。そしてもう一つ使うのがこれ、水。水を使うと海苔が簡単にくっつくんですよ。串でチーズをくり抜いて目の輪郭にしました。裏技3、串に水をつけてくっつけます。こうすると時間が経っても取れないんですよ。そして裏技4、これ口なんですけど口ではなく目に使って別の場所に加えて使う。これ口だけじゃないんですね。目にも使えるんですよ。いろんな場所に使えます。これも困った時の目ですよね。でもまつげに使っちゃいます。綺麗なまつげになりました。そしてちょっと長めの目は丸い目をポンと乗せます。そしてずらして少しずらしてもう一個丸い目を乗せるんです。そうするとほら細長い目になりましたよ。鼻をつけました。なるべくちっちゃいチーズをくるくるさせて円にします。そして黒目の真ん中に置くと命が吹き込まれました。そしたらお口です。丸っぽいお口を探します。かわいい。そしてラストおひげです。いい、すごくいい。眉毛忘れた。眉毛のりいっぱい切っといたから後から切らなくていいから楽ですよね。どこに使うかわからないんでいっぱい切っといていろいろ試してみて乗っけて重ねていくと絵画みたいになってきます。そして上からちょっと水を足して海苔が動かないように補強してください。はい、これでマリーちゃんのお弁当の完成。キャラ弁裏技5連発なのに5個目がありませんよね。そうそう、5個目はねもっと速攻できるキャラ弁の方法があるんですよ。キャラ弁裏技5連発目はこれ、ラップにマリーちゃんの絵を描いてその下にチーズを乗せて、そしたらハサミで丸く切ります。描いたのは5分だから5分でできちゃうキャラ弁です。反対側のフィルムを取ってご飯の上に乗せちゃえば簡単に5分でキャラ弁ができました。キャラ弁裏技5連発いかがでしたでしょうか。それでは子供たちに食べてもらいます。キャラ弁です、どうぞ。おお、びっくりした。あんちゃんとレンがちょっと違います。よく見合ってごらん。何が違う？なんか俺のはラップに書いてある。そう。で、あんちゃんは作ってあるね。すげえな。そう。どっちがいいですか？迷って。おいしい。あんちゃんに、そう、愛情のこもった海苔を一個一個くっつけてやるマリちゃんがいいか、絵をちゃちゃっと描いてそのチーズに乗っけるだけの簡単なキャラ弁がいいか、どっちがいいか。せーの、キャラ
YouTube